陸前高田駅は岩手県陸前高田市高田町阿座館の沖にある東日本旅客鉄道大船渡線 BRT のバス停留所である。もともとは同社の大船渡線の鉄道駅であった。駅舎は震災前の駅舎を模して作られたもので緑の窓口が設置されている。BRT の乗降場はロータリー内の一箇所で森方面、下線沼方面、 陸前や幡方面がすべて同一箇所で発着する。震災前の駅は陸前高田市高田町寺並杉18に所在し、相対式ホームに面2線を有する地上駅で、互いのホームは校内踏切で連絡していた。京仙沼駅管理の業務委託駅で緑の窓口と自動券売機も設置されていた。震災後の BRT 開業時に駅が 陸前高田市役所仮庁舎前に設置された。プレハブ作りの駅舎を経て、駅事務室、待合室、トイレを備えた、円筒形の鉄骨作り平屋建て駅舎が、復興整備事業による造成が進められていた、区域内に整備され、現在地に移転するまで使用されていた。前述の通り震災前は、業務委託駅であったが、BRT 仮復旧後は、社員配置駅となり、 現在は、気仙沼駅から駅員が派遣される形で営業している。当初は、西駅からの派遣であったが、同駅の業務委託化により変更された。また駅員配置日が、日、月、水、金曜の週4日であったが、2018年10月1日より、毎日配置となった。震災前の鉄道運用時、JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は54人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。なお、2010年度以前は鉄道の統計、2013年度以降は BRT の統計となっている。当駅周辺の中心市街地の大半は東日本大震災の津波で壊滅し、森土によるかさ上げ工事を経て再建された。上記のほか。 陸前高田市立博物館が再建中である、打ち消し線は廃気鉄道 BRT。ありがとうございます。